はい。で、今度はですね、忍びに、ね、銃を使ってもらおうと思います。はい。はい、まずですね、銃ね、まあ、分かると思うんですけど、非常に危険なものです、ね。銃はね、なんで生まれたかというと、まあ、初めはね、取り持ったりとかしてたんですけど、まあ、最後はね、まあ、戦争で使って、戦うために生まれたものなので、非常に殺傷力が高いです。ですので、まずは人を撃つためではあるんですけど、もともとはね、じゃなくて、安全に運用するっていうのがまず大事です。安全に使う。はい。で、安全管理。ね、これまでやってもらいます。今こうやって持ってますよね。これは、マズルコントロールって言います。まず大事。マズルコントロール。マズルっていうのは銃口ですね。銃口。ね。弾はここから出ますよね、こう。ね。ここからギュンと曲がっていかないで、ここからまっすぐバーンと飛んでいくんで、安全のところに向ける。ね。この状態であれば、仮にバーンと爆発しちゃうとか。暴発しても床に穴が開くだけですよね。で、これはもう安全なんでやりますけど、仮にね、こうやって疲れたなってこうやって持ってバーンって暴発したら当たっちゃいますよね、うん、そういったことを防ぐためにまず、ね、マズルコントロールっていうのをしますね。大丈夫。あるいは、まあ、これがちょっと特殊な例なんですけど、階段を降りるときだとかですね、前に仲間がいますよね。そしたら下に向けてて間違ってバーンって打ったら仲間になっちゃうんで、階段降りるときは上に向けて降りたりとかですね、うん、それぞれ違います、安全な方法はね。で、訓練やるときは的の方向にだけ向ける、これが安全方法とかですね、そういったことになるので、その場面場面で銃口安全な方法というのは違いますので、まずはね、まずどこに向いてるか、そういうのそれをね、自分で理解する必要があります。休憩するとき警戒、ね、そういう何もないときは下に向ける。これがまず大事ですね。マズルコントロール。はい。はい。じゃあね、マズルコントロール説明します。あとね、下向いてますね。下向いてます。で、結構装備品があったりすると、こうやって盛り上がってるんで、こうやって斜めに行くことがあるんですけど、それはね、ちゃんと気をつけて、ね、真下に向けるようにしますね。こうやって物がどうしてもどこに伝えちゃう。こうなりがちなんですけど、それをね、ちゃんと気をつけて。はい。で、次にですね、トリガーコントロール。指です。指のコントロール。持ちますね。外します。引き金から外します。そうですね、そうです。まあ、これまあなんかでもいろんな外国の話があるんですけど、基本的にはこれですね。指を外します。例えばさっきみたいに進んでいるときに間違ってバーンって打っちゃうとかね、こうやって引き金に指入っていくね、間違って打っちゃうかもしれない。あとね、戦いそうなときにこうやって指かかってると緊張してて。人がバーって出てきて、ね、民間人がバーって撃っちゃうとか、そういった事故を防ぐ、でそういった意味合いで指を外してます。で指のコントロールですね。左手でも同じ、左手で使う時も同じですね。指を、そうです。これがちょっとでも入るともうね、大変なことになりますからね、これ練習でもね、あーっつってもう怒号が鳴って体重を置かせてね、そこからね、おもちゃ、まあサバゲーするともそうですからね、安全地帯だからっつって、弾が当たって任せていたけど、なんか入ってるかもしれないのに、こうやってね、こうやってフラフラ歩いちゃうとか、そういったことはしないです。で、まあ、皆さん結構ね、自分で訓練されている人もいらっしゃるんで、あまり見かけないんですけども、これから始める人、ね、そういった人とか、あとは舞台に入ったばっかりの人とかね、これから入りたい人とか、そういった方のね、参考になればと思います。はい。はい、ということでね、まず安全な運用について今、簡単に説明しました。はい。で、このね、重機を使いましょう。まず足ですね、スタンス。これを、まあ、肩幅よりちょっと広いぐらいにして、体を正面に向けます。よく映画とかでね、こうやって打ってるんですけど、正面ですね。向けて、でちょっと引く。ちょっと引きます。そうです。右利きですね。はい、ちょっと引きます。これが一番ポピュラーですね、アイソセレス。スタンスの調整したという意味で、モディファイドアイソセレススタンスと言います。モディファイドというのは調整したという意味ですね。アイソセレスというのはこの足が揃っている状態のスタンスを言います。で、これなんで体正面を向けるかというと、ね、ボディアーマー着てますよね。鎧着てる。スカッチを着てる。こうやって打ち合い、進んでいるときに打ち合いしますよね。これ安全なので前に来てますけど、打たれるときにアウト、もちろん敵が打ってきますよね。相手も死にたくないんで、こうだと
手打たれたかだった時にこれだけかかる。これ。でプラスでこの銃がね、まあ打ったら反応ありますね。それをよく押さえる。これ力で受けるとバーンって跳ねちゃうんで、はい、振るとね、あの弾一発が。これが当たって打ち当たるんですね。で次にここですね、ストックリフ、ポーズ付けしますけどね。まあヘルメットつけてるとね、まあ、ライナーがつくこともあるんですけど、基本的にこの方法つけますね、グッとね。つけて、から頭を、ね、横に向けます。グッとね、正面。向けて、これの音聞こえます。こうですね。いいですね。いいですね。で、両目を開けます。両目を開けます。片目閉じちゃうと、こっち見えませんからね。こっちから出てくるかもしれないんで、両目開けておいて。まあ、ちょっとね、すぼめるぐらい。狙いにくかったら、すぼめるぐらいで。できない量が増える。これ目つけですね。で次にこれが結構重要なんですけど、呼吸です。これです。息止まるとまずすんげえ疲れますよね。疲れて。これで本当に訓練中にねぶっ倒れる人いるらしいんですよ。なったばっかり。帰るとかで。で武道と同じで息吐かないと体って動かないんで、これで息止まってガチガチに休息してて、で敵が出てきたらね、ねこれで止まったら。流れですね。